今年5月道内の公立校に通う小学6年生と中学3年生のおよそ7万1000人を対象に国語と算数学習環境などを調査しましたその結果小学6年生は2教科とも全国平均より国語が1.5ポイント算数は2.7ポイント下回りました中学3年生も国語数学ともに全国平均より低い結果となりました また学習状況の調査ではコロナの影響で去年、臨時休校していたときに計画的に学習を続けることができたかという質問にできたと答えた小学生は27.5%、中学生は10.4%にとどまりました必要な宿題とかその程度はちゃんとやってると思うんですけどそれ以外はなかなかちょっと YouTube とゲームと <laughs>。 ですねはい外に出られない分、やっぱりそっちに行っちゃって、いやっぱゲームする時間が長くなったり、学校行ってる時の方が、帰ってきて宿題してっていう感じはあるんですけど、これから学年進んでた時に、ちょっと心配だなとは思いますね。 また、1日1時間以上勉強すると答えた小学生は58.3%、中学生で71.9%となり、2年前の調査より高くなったものの、全国平均と比べて4ポイントほど低い結果となりました。